皆さん、おはようございます。日本の地方の出身の方がアメリカで、最終的にはアメリカの大統領と会ってお話もできて、ビジネスもできた方がおられます。この方は最近リタイアされて、最近でもないんですけれども、もう十数年前にリタイアされて、日本の若者たちにビジョンを世界の方へ持ちなさいというふうに、考えておられる方が、ビジネスマンがおられまして、最近本書かれましてですね、僕でも世界で仕事ができた。僕が世界で仕事もできた。僕でもって。で、この絵を見ましたら、本当の日本の片田舎の駅のところにトランクを一つ持って、これから出発っていう感じの絵なんですけれども、まあこの田舎の津山からどうやって世界へ仕事をすることができたのか、その著書、作家の方、作者ですね、今日はゲストとしてお迎えいたしております。皆さんおなじみの、米国パナソニック会社の元会長、岩谷秀明さんです。岩谷さん、しばらくでございます。ご無沙汰してます。Nice to see you again. See you again. 今日本で日本の若者たちに世界を相手に商売しなさい、生きなさいっていうことを教えてらっしゃるんでしょうか。幸か不幸か、コロナでもう2年近くね、動けませんのでね、東京にいても危ないし、2、3ヶ月、実家のある岡山の片田舎まで帰っておりますので、何かしなきゃいけないと思ってね、そんなことを話してる、今、白井さんがご紹介いただいたような話をしてるんですけど、ただ話すだけじゃ言いっぱなしになりますんでね、この間、本も出したんです。ちょっとここにご紹介しますけど、このようなですね、僕でも世界で仕事ができた。岡山の私の住んでるところは中国山脈のふもとで、人口が10万足らずのところでありまして、ここに書いてる絵は私の教え子が書いてくれたんですけど、まさに、田んぼと山に囲まれた田舎なんです。そんなところからのこのこね、ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴと、大きな都市でね、仕事をさせていただいたという、幸運に恵まれましたんでね、私の後輩たちにも頑張れば仕事できるよというような話をやっております。これで、岩谷さんの表紙が全く日本の片田舎の風景なんですけれども、ページをめくったらですね、なんとすごいのが出ましたね、これ。あれですね。Japanese Chamber of Commerce and Industry of New York 19th Annual Dinner。 すごいですね、これ。そうそうたるメンバーで、ブラックタイで。本当にニューヨークの商工会議所ってのは、日本以外では一番大きな商工会議所の組織なんですね。で、そこで、毎年アニュアルディナーっていうことで、アメリカ人を中心に、スピーカーに出てもらって、いろんな話をね、してもらってるんですけど、このディナー、チェアをやらせていただきまして、で、そのチェアの仕事は誰かアメリカ人を引っ張ってくると。これ何年頃の話ですか？2005年だったと思いますね。4年そんかな5に年。昔でもないんですね。まだキッシンジャーさんがね、アクティブごに、活躍の、仕事されてた頃で。で、思い当たる人が、特にいなかったし、大統領っていうのはまた大げさですよね。セキュリティの問題とかいろいろあります。で、交流のあったキシンジャーさんに一応お願いしまして、出ていただきました。1100人か1200人ぐらいな、ニューヨークヒルトンいっぱいになるような、
ディナーですけど、非常に盛況で、まあ、大変あの日本の皆さんもいろんな裏話がね、キッシンジャーさんから聞けて、うん、あの時日本はもうかなりバブルも弾けまして、でそれで日本商工会、ニューヨークの日本商工会議所、これだけの大々的なイベントができたっていうのはすごいですね。まあ、あのやはりね、まあ、予算も大きいことは確かですけど、同時に、まあ、来ていただいたキッシンジャーさんというのはやはりね、この当時でも現役で、確か18人のアメリカ国家の安全保障を討議する、まあ、コミッティの一人だったんですね。ですから、非常に、この現役の話が聞けたということもあって、まあ、その2つですね、まあ、ディナーはね、こういうパーティーは大体似てまして、大きなステーキをいただいたのを覚えてます。で、その時のキーノートスピーカーがキッシンジャーさんですか？そうです、そうです。どういうことを話されたか覚えてますか？まあ、話はですね、はっきり言いまして、新聞に出てるような話しかしませんのでね、特にそれ内容については皆さんもよくご存知だと思いますが、この人がね、私がモーと会った時っていうね、モーっていうのはモーさんですからね、毛沢東ですからね、何人の人があったかって言ったら、もう本当にもう限られて、あの時代の毛沢東っていうのはね、バンブーカーテンとか言われましてね、もう本当に、ね、鉄のカーテンがロシアとしたら中国はバンブーカーテンっていうようなことでね、うんうん、その人と会ったっていうことと、最初に会ったっていうピンポンのね、選手を送って、その選手団にメッセージを託して、まあ、周恩来さんに届けたっていう、まあ、皆さんでよくご存知の話ですけど、彼がやったというのがすごいインパクトですよね、うん、秘密外交でしたよね。確かに誰も知らないうちに、ね、まあ、それが今日の中国外交までつながっていることは言うまでもないと思います、うん。ところで、この中の写真で岩谷さんのすぐ隣に座って2人で楽しそうに会話交わされているのが見えますけれども、どういうお話しておられたんですか、彼は。そう言っていただくと楽しそうですけど、私はまあ針のむしろでございまして、あら、なぜかというと、キッシンジャーさんはその日がちょうどその安全保障の緊急会議が中近東のことでありまして、大統領に呼ばれましてね、晩ご飯が出たんで、キャンセルさせてくれって、その1日前に言ってきましてね、もう私は冷や汗で、もう彼が来るか来ないか、もう私はもう本当に下手すると切腹かなというぐらい、緊張しておりまして、はいはい、それはまあ、それがうまく来れたということが、まあ、あって、ほっとしたと同時に、彼が僕に要求してきたのは、うん、このヒルトンの一番大きなその会議室というか、我々がディナーを取った部屋のライトを半分消してくれって言うんですよね。はい、なぜかっていうと、その白内障の手術したばっかりでね、目がもうクラクラするから消してくれって言われて、どうしていいやら分かんないですね。もう緊急の話ですからね。それで私がね、時々もちろん消しました。でも半分消したらね、晩ご飯食べられませんからね、4分の1か3分の1は消していただいて、そしてそのステージの上はもうほとんどちょっと薄暗くして、その上に私がね、時々プログラムをキッシンジャーの顔にこう当ててね、目が光らないようにしてあげるとかね、まあ大変でしたね。お世話は本当に大変ですよね、うん、サングラスかければよかったのにね、普通をねで、本人もやっぱりそこまで気が回ってなくて、彼もワシントンから自分の飛行機で飛んできて、すぐに、まあ、参加してくれましたんでね、うん、この辺の誠意はあったんですけど、まあね、彼も、まあ、
バタバタしてたんですよ。まあ、それにしても岩谷さん、普通キッシンジャーと会える人間って日本だったら総理大臣級ぐらいしかいらっしゃらないと思うんですけれども、まあ岩谷さん一人のビジネスマンとして会えたっていうのはやっぱりこの後にも、もう先にも後にもないじゃないですか。ありますか？いや、それはね、幸運にも数年前、この会の5年ぐらい前です。私がパナソニックの会長になる前、社長をやってる頃にですね、オーランドで、この講演会っていうと勉強会があったんです。で、まあ、素晴らしい方を何人か選んで、講演を聞いたんですけど、キシニアさんとたまたま近くにいていろいろ話をしたっていうのが最初で、はいはい、まあ、その頃はまあ単なる、ね、日本人の興味を持ってる人だなということだったんです、うんうん、その後ですね、ニューヨークにテレビ&レディオミュージアムっていうのがあるんですよ。はい、ありますね。うん、ね、あそこの彼は名誉会長をしておりましてね、それで、まあ、こういう時にご恩返しをしとかなきゃと思って、テレビを何台か寄付したんですよ、大型テレビ。それすごい喜んでくれましてね、あまりアメリカのメーカーがもうね、電気業界で寄付がなくなった頃だったんで、こ、ね、ういう、まあ、あれもあって、その時も1時間ぐらい話しました。この時はだいぶ裏話も話が出ましたしね、まあ、非常に、まあ、有意義な時間を持ったっていうのがあって、この話がありましたからね、まあ、3回続けてあったような感じで、うん、まあ、大変な人なんですけど、まあ、非常に、私自身はリラックスして話をさせていただきました。うん、まあ、直感的にどんな人物ですか？まあ、第一印象とか、うん。まずね、やっぱり、そのエネルギーが違いますよね。あ、そうですか。ええ、その彼については伝記がいろいろありますけど、東ヨーロッパからね、ずっと移民団に入って、そして、この戦争をこの経験して、そしてアメリカに来て成功したまでの彼の、まあ、人に言えないね、苦労っていうのが本当に自信となってこうみなぎってるというかね、非常に緻密な話をねしていただきました。それともう、そうですよね、ね、うん、もう会った人がもうとんでもない人ばっかりなんですよね。うん、まあ、中近東の人はちょっと何の時に頭にもう残ってませんけどね、はい、本当に中国のドア開けただけじゃなし、中近東との、まあ、交渉、東ヨーロッパとのいろんなやり取りね、まあ、最終的には世界相手にね、うん、すごいネゴシエーターですね。これはなるほどね。はい、ありがとうございます。はい、岩谷さん、ちょっとコマーシャル挟んで、この後また続けてお話をお願いしたいと思います。はい。いやー、岩谷さん、そのキッシンジャーさんとこう晩ご飯食べながら楽しそうにお話しできる、その日が来るまでどれだけの、なんていうかな、岩谷さんのご努力っていうか、いろんなこともあって、日本の若者たちにどういうふうに言葉を送りたいと思いますか？まあ、先ほどご紹介した、僕でも世界で仕事ができたっていう、まあ、タイトルに代表しておりますけどね、まあ、東京で英語を勉強してるとき、それから初めて、ね、松下電器に入って、教育を受け、そして、まあ、実習でアメリカに行ったとき、その頃はもうそんなね、トップと話すなんてのことはもう考えもしなかったですよね。もうその頃はトップといっても会社のトップともね、なかなか社長会長なんてのはお会いする機会もなかった頃ですから、キッシンジャーさんとか大統領なんてのはもう本当にねとんでもない
くり返るようなことですけど、まあでも過ぎてみたらね、まあ、アメリカのやっぱりああいうあの政治家にしろ経済人にしろ本当にフランクですよね。俺はこうなんだっていう威張ってるとこないからね。反対に私もあの幸運にもいろんな人と話し、まあ、したり食事をしたり、まあ、旅行もしたりしましたけどね、あの緊張したっていうことが意外とかあの残ってないんですね。楽しかったっていう思い出でね、先ほどまあキシンジャーさん難しい人だったですけど、まあ終わってみればね、まあ、彼も本当に白内障の後自分は大変だ、でもそれをね押してきてくれたわけだし、その安全保障の会議だって大統領が出てる会議をね、もう食事をそこそこに飛んできてね、そして我々ありがたいね、食事のテーブルについてもらえるなんて、やっぱりねアメリカの良さでしょうね。まあ、聞いてる皆さんも多分同じようなことを考え取られるんじゃないかと思いますけど、それは本当にアメリカで仕事をさせていただいて幸運だったなというふうに思いますし、その今の日本の若い人にね、同じような経験してもらいたいなと。それはね、私のように、まあ、本当あの田舎の学校で田舎の勉強して、そして、まあ、アメリカに行ったわけですけど、最近の若い人っていうのはね、ある意味でね、ちょっと、頭が良すぎるのか、いろんな、まあね、メディアで知識があるから、自分にはそういうことは無理だと思っちゃうんでね、まず偏差値が悪いなんて、もう学校行くのもね、投げてる、もっとチャレンジしていい学校行けばいいんだけど、偏差値がどう。で今度学校に行ったら、行った学校でね、私はね、大した学校じゃないから、そんな大それたことをさせてもらうようなことはないだろうと、ね、ないだろうというのがもう諦めちゃってる。それは本当にね、僕は残念なんです。だからまあ、僕が田舎に帰って、それをまあ若い人に言ってるのはね、チャレンジすればね、ドアが開けるのはやっぱり、アメリカだという意味ではね、若い人をもっと向いてもらえないかなと。最近僕もちょっと読んだネットでのエッセイですけど、ハーバードに行った日本人がね、ハーバードにはそのペーパーテストはないと。どういうことを言いたいのか、僕はハーバード受けたことないか分からないですけどね。そこで実力として試されるのはペーパーテストよりも人間のつながる力、人間力があるかないかだと。それによって評価されてるんだっていうことを聞いてね、あ、やっぱりアメリカの世界だなと。だからその私らもまあキッシンジャーにもそういう人と話した時にね、やはり思い切って意見を言う、自分をさらけ出してね、そういうやっぱり人間と人間のぶつかり合いというか関係を持った時にね、やっぱり人間力っていうのが鍛えられるんじゃないかなということを、ありのままのね、まあ日本のコロナでね人と会えないっていうのは本当にかわいそうなんで、でもまあいろんな手段でね、ソーシャルネットワークもあるしね、いろんなことで、僕は日本人の皆さんもね、積極的にね、そういう機会に、出てこられたらいいと思いますね。岩谷さんから見られてですね、日本で積極的に、まあ、人にアプローチしたりして自分の夢を実現させることと、アメリカで積極的にアプローチしていろんな困難にチャレンジして自分の夢を実現させると、まあ両方で比べてみると岩谷さんから見られてやっぱりアメリカの方がやりがいがあるんでしょうか？それも全体的にアメリカの方がね、周りのこの環境がね、そういうその社会的に人がつながっていくこのインフラがありますしね、人もね、迷子時が
ね、彼と話をしようなんてのはとんでもないとかね、うん、まあ会社で言えばもっと言えばお前平のくせしてね、なんで部長にそんなことを進言するんだと、出直してこいと、あるいはそれが著名人となればね、特にそれは失礼であると、うん、こういうことをすべきじゃないと、うん、だけど私は幸か不幸か松下電器っていうのはそれがないところなんです。だから創業者である松下幸之助さんっていうのは直訴が 大変好きだと。直訴っていうのはね、もう自分がね、やっぱり非常に胃がね、穴が開くような苦しみをして、それをどこに持って行ってもね、聞いてくれないから直接持っていくと、そして、もう彼に言うしかないという思い詰めた人が行くわけですからね、うん、昔のまあお役所がね、代官様に直訴する以上のね、このあれ勇気がいるかもしれませんけど、でも持っていったのは代官所と違って聞いてくれたのがうちの会社のまあ良さでね、うんうん、あの有名な話ではビデオね、あのソニーさんと VHS それとベータの時もね、ありましたね。ね、あれはもうあの日本ビクターという、まあ、松下の子会社の一その製造責任者がね、大阪まで直訴したんですよ。電車賃がないから車を運転してね、部下と二人で夜中走って朝、小野助さんが会社に来るところを狙って直訴した。そしたら即そこでね、その話を聞いて、もちろんその即決はないけど、その場で分かったというようなことで、次の手段は自分のところの技術者でもってすぐ会議をやってね、その状況を把握して、その数ヶ月後にはアメリカに3ヶ月の予定で調査団を出してるんですよね。そういう、まあ、あの、直訴を結構ね、聞いてくれる会社だったんでね、私は直接やったことはないんですけど、似たようなことはあったと思います。うんうん、創業者まで持ってったことはないですけどね。すごいですよね。まあ、今の日本では、まあ、もうそもそも今の日本の創業者が、ちゃんと会社を経営してらっしゃるのも、もう本当に少ないんですよね。まあそれがね、やっぱり今ね、日本に欠けてるものかもしれませんね。うん、まあその直訴がいいか悪いか別として。別としてね。うん、あんまりにも、あの、お利口さんでね、こんなものを持って行ってもとかね、私のごときがそういうことをすべきではないとかね、うん、もう非常にお利口さんなんですよ。うん、だから近代くらいのことをやっていいと思いますね。これね、岩谷さん、変な話やけど、オーナー社長は、まあ、もちろん松下さんだけれども、でも岩谷さんはいわゆるそのサラリーマンから社長になられたんですよね。なのにこうなんていうかな、もうオーナー社長に負けないぐらいの意欲と精神とスピリッツで、なんとキッシンジャーからクリントン大統領からいろんなアメリカの大統領とお話ししたり、それこそ直訴じゃないんですけれども、日本のビジネスがアメリカにおけるこういう苦境があるんだよ、こういう大変なことがあるんだよということも言えるような方ですよね、岩谷さんね。それはね、私だけじゃないしに、会社がですね、もう入社したての頃から全員経営っていう言葉がありましてね、一人一人社員は社長であると。お、何の社長かって言ったら社員家業の社長であると、はい、自分の仕事は自分で判断してね。すごいね。だから私らもう入ってすぐに、ちっちゃい南太平諸島とかね、ニューギニアとか全部担当してましたけどね、全部やらせてくれるんです。出張していいですか、どうですかなんて聞かなくていいんです。これだけ売りますから、これだけ儲かりますし、これだけ経費使ってやりますって言ったら出張 OK なの。今思えばアメリカ的ですよね、いわば。
そうですね、もう全部、各じゃ商品の担当者はいも、はい、ね、例えばもうごますり器だとかね、ワイン抜き器だとか、もういろんなものを作ってましたよ、あの頃私がいた電工業っていうね、電池の会社は。でも、そこでね、考え出したものが、やはりね、事業になっていくっていうのがいい傾向だったり。ですから、電池っていうのは最終ね、リチウムイオンでいろんな会社とも共同でやりましたけど、リチウムイオンの開発、製造、販売っていうのは一番になりましたからね。そういうものをやっぱり育てる、このバックグラウンドが会社にもあったし、日本にもあったんですよ。なるほそどれはなんか、ね。は全い。部、わ人にかり聞いました。て、はい。まあ、そういう土壌の会社でもありましたし、だから岩谷さんみたいにアメリカに来てから、そのつもりでじゃんじゃんとこう、商売もできる、最終的には大統領たちと同等にお話もできるっていうのは、日本人のビジネスマンの中で本当におそらく少なくて少ないと思います。今週はありがとうございました。来週ですね、クリントン大統領とはどういう話をしておられたか、ここに写真が出てますんで、ぜひそのお話をしていただきたいかと思います。今週はどうもありがとうございました。どうも失礼いたしました。